一つ一つ実現する福島。元宮市の浮島神社大々神楽保存会の皆さんによる白岩の大々神楽です、はい、この芸能は元宮市の白岩地区に伝わり、はい、江戸時代に神職が奉納していたのを、はい、明治になってから氏子さんが習い受け継いだものということですけれども、はい、かつてはね36座伝えてあるんですよ。36ということは大変な数でしょ。これでね一年進できるのが大体12座なんですよ。だから全部やると3日かかりました。でどうしてこんなにねたくさんの神楽を伝えたかというと、この浮島神社の近くに長屋神社ってのあるんです。そこの神職であったね小松左前林さんという親子です。これその方がね非常に神楽に熱心で研究熱心でね、それまでの神楽ってのは全部神職がやっておりましたから、で明治の初めになってから学人を養成しなさいということになって、これ神職がバラバラにやってましたから多少違いがあったんですね。それをまとめて坂に磨きを上げて素晴らしいものに作り上げたんですね。でこの神楽を一般に小松流って言ってますけどね、素晴らしい神楽です。でそこからですねこの小松左前隼人さんから習ったのが国分治八という方がおいでになって、この方がね36の前だけじゃないですよ、お囃子も全部覚えてきたんです。一人で非常に伝承が確実だったんです。だからこの地方でいち早くね県の文化財に指定になりましたね。で今日はその中からですね岩戸という舞を、岩戸開きとも言うんですけど、これちょっとねご説明しないとあれなんですが、天照大神ですね、皆さんの神棚の一番上に真ん中に混ぜられている女性の神様なんですよ。でこの天照大神の弟にねスサノオノミゴトっていうのがおりました。スサブっていうのは非常に荒々しいってことですね。で悪いことばかしたんですね。で帰還しちゃって天照大神は岩屋の中に隠れちゃったんです。と天を照らす大きな神ですから太陽ですよね。これ太陽がね岩屋の中に隠れちゃったら真っ暗になるでしょ。で悪い神様がはびこっちゃって困るんです。なんとしたら天照大神が出てもらえるかと、でいろいろやったあげくですねその岩戸の前で天の渦美の御事というね十代の裏若い神様を迷わさせるんですよ。周りにいた神様を喜んじゃって転げ回って喜んだんですね。でそれをね岩の中に隠れてる天照大神が見て、自分がね隠れて困ってるはずに何事だって少し開けるんですよ。そこをね立ち力の御事というね、力のある神様がいて一気に開けてしまう、そういう前でございます。はい、はい、
お疲れ様でした。ご苦労様でございました。はい、赤い顔してますね。これがね、力をみなぎった色を示してるんですよ。この赤でもってね、悪霊天保を払って、そして天照宗様に出てもらおうという、すごい力強いですね。驚きました。しばらく発見できなかったですね、こんな素晴らしい前は。本当驚きましたね。いくつぐらいからやってらっしゃるの？物心をつくようになってから、父がこの立ち方を演舞しておりましたので、うん、3歳か4歳ぐらいからだったと思いますが。真似してた？いや、真似はしなかったんですが、うんうん、お祭りに連れて行かれましてね、うんうん、で、何のことない子供ですから、うん、出店のおもちゃとか、うんうん、おでんとかが楽しみで行ってたようなもんなんですけども、うんうん、まあ、それがずっと続いておりまして、うん、気がついたら初デビューが14歳でして。早いですね。あれからもう46年になりますね。あ、そんなに。そのおでんを食べながらね、それとなく見てたわけでしょ、聞いてたわけでしょ。そうですね、別にやろうと思ったことはなかったですけども、うん、ただ見ててなんか面白そうだなっていうのは、うん、まあ、子供の頃に感じてはいたんですが、それが本当の伝承なんですよね。いや、お父さんとかおじいちゃんがね、やれやれって無理やってもなかなか子供ってできないんです。自然と、あ、面白そうだ、やってみたいなと思うのが本当の伝承でね、理想的な継承の仕方になってますね。今も練習はどのぐらいになってるんですか？やっぱりね、このコロナの感染影響があるもんですから、うん、どこもかしこも自粛自粛 で、 そうでしょ。正直言うとこう今の今まで練習は一度もやってないんです。そうですか。はい、やはりね、小さい時覚えたっていうのは途中中断しても忘れないんですね。結構覚えてるもんですね。覚えてですよね、はい、そこがいいとこなんですね。頭で覚えてんじゃない、体で覚えてるでしょ。ですから忘れないんですね。ところでね、お宅の方は今 学人何人いらっしゃるんですか？今、うん、登録メンバーは十数名いると思うんですが、うん、なかなか新規の、うん、学人養成がちょっとままならない状況ですね。うんうん、ただ宮司さんが非常に熱心で、うんうん、学校に働きかけてくださって、うんうん、そういった方面から、あとは、うん、まあ、総代さん方も、うん、まあ、折に触れては話を出してくださっているよう で、 うで、うん、徐々にですが、うん、広がりつつあります。はい、ありがとうございました。じゃあ今後ともどうぞ頑張ってください。ありがとうございました。見事な舞を披露いただきました。